ょうさんがアーセラの配信でシティの方がプレミアに逆転優勝する確率高い理由っていうのはそういう理由なんですそうそうそうあとは、まあ、アーセラの場合はねその要のところが人いなくなっちゃってプラスアルテタ側の采配しちゃったからだしねまあもっと言うとあるもうアーセラの場合握りでも大成功ですけどね普通にただもう1位も取れそうな夢見させてくれてるからそう富谷さ安もそうだしサリバまあねで ホールディングをね、使って、キビオール入れて、ね、腕ゴール下げるとかしちゃってるからな、うん、腕ゴールの周りに意を示せるマイプレーのタイミングさすが過ぎた。ね。あと、周りにもずっと指示してるよね。あれ、あのメンタルっていつからなんだろうね。ソシエータ自体はあんな選手じゃなかったけどね。ある程度変えたんですかね。